島丸は、富士フェリーが運行していたフェリー。後に、関西汽船でフェリー黒潮として就航した。富士フェリーの松阪名古屋東京航路開設にあたって、伊勢丸とともに、林建造船下の関造船所で建造され、1973年12月13日に、竣工した。松阪港の整備の遅れなどから、航路開設が遅延したため、 日本沿海フェリーに要船され、1974年10月まで、東京苫小牧航路で運航された後、1974年10月17日、富士フェリーに戻り東京松坂航路に就航した。1977年12月15日、大阪商船、三井船舶に売却され、1978年2月、尾道造船で改装。 7060トン1978年3月、関西汽船の沖縄航路のフェリー化のために要請され、フェリー黒潮となり、阪神・奄美那覇航路に就航した。1980年10月25日、太陽フェリーに売却。1982年8月20日関西汽船に売却。1982年来島ドックに売却。 1988年、来島興産に移籍。1990年11月、サンフラワー、サンフラワー2、来島7、クイーンフラワー2とともに22億5000万円で、来島興産から関西帰線に売却された。1998年3月、沖縄航路の廃止により、引退した。1998年、 ギリシャのエクスプレスシートレーラーズに売却され、シートレーラーとなり、コリントス、ポルトマイナスマグヘラ航路で運航された。1999年、ミノアンフライングドルフィンズに売却され、パトラ、ポルトマイナスマグヘラ航路で運航された。2001年には、再びコリント、ポルトマイナスマグヘラ航路で運航された。2002年6月、運航から外れ、エレウシスで形成された。 2003年9月、スクラップとして、インドに売却され、シートレールに改名されて開港された後、解体された、伊勢丸の同系船である。ありがとうございます。